詐欺に何回も引っかかってきました。やっぱり楽して儲かる話に騙されがちなんですが、引っかからないように最新の詐欺の手法を教えてもらえますか。まあ、こういう人が騙されるんでしょうね。はい、そう思います。あの手法じゃないです。手法なんて人を騙してるだけなんで、手を変え品を変えずっとあるんですよ。そんな新しい手法なんてなくて、その側というか属性が変わってるだけで、振り込め詐欺みたいなものだって本当に何百年前からありますから、全然この発想が良くないです。だからなんか演出の違いですよね、基本的に人のやる詐欺は。さっきの立ち毛の話じゃないですけど、そのうち寸尺詐欺が最新とか言われそうじゃないですか。はいはい、まあ確かに数集めたら儲かるからみたいな、あの110円貸してって言うっていう